どうも皆さん、白夜です。最近忙しくて、投稿が遅れてしまいすいません。なぜかと言いますと、以前使っていたパソコンがお亡くなりになりました。視聴者の皆様、すみませんでした。今月の上旬に新しいの買いましたのでご安心を。それでは早速、本編へ。レッツゴー。はぁ、暑いなぁ。今日何度あるんだよこれ。早く夏終わんねえかな。お、あいつらか。やっぱり白夜の家はいいわねえ。そうだな。あれ、レミリアとフランは？レミリアとフランは来てないみょんよ。あ、そっか、あの二人対応苦手だったな。そうだ白夜、今からコウマ館へ行こうぜ。俺外出たくないんやけど。どうしてそこでやめるんだ、そこで！いや、ゾウさんで突っ込まれても、はぁ？まあ行くか。じゃあ早速行きましょう。その前に水分補給しましょう。そうだな。ランランルー！レミリア、遊びに来たわよ。あれ？いないのかしら？まさか寝てるとか？そんなはずはないみょん。お出かけしてるんでしょうか？それに昨夜さんもいないですし、まあとりあえず行ってみようよ。もしかしたら忙しくて、気づいていないかもしれない。お姉様のバカー。いいじゃない。私だって食べたかったんだから。お嬢様、妹様、喧嘩やめてください。もうダメだ。おしまいだ。諦めんなよ。それ言いたかっただけだろ。それより喧嘩止めないと。二人とも落ち着けって、何があって喧嘩してんだよ。今度余計なこと言うと口を縫い合わすぞ。なんでや！ああ、仲直りしたら今日コウマ館に泊まろうと思ってたのにな。うん、仲直りする。いい夢を見よう。なるほど、それで喧嘩してたのか。食べ物の恨みは怖いみょんね。ねえねえ白夜、今日泊まるんでしょ？そりゃもちろん。あれは嘘だ。あれ？二人ともどうした？ふざけやがって！よくも私を騙したわね。花見の時、八つ咲きにしなかったけど今回こそは八つ咲きだ。まだ花見の時のこと根に持ってたの。まあとにかく。血祭りにあげてやる。逃げるんだよ！どこへ行くんだ？そろそろ終わろっか。そうですね。それではご視聴ありがとうございました。視聴者の皆様、こんな終わり方ですまなかったんだぜ。